そこを決めてから6件ぐらい不動産屋に希望の土地を全部入れて、で相手が怠けないように翌週も石川にあのネットであのメール送ったけどちゃんと見てくれたらって結局2件ぐらい人だったからね、うん、そんで、それから2年ぐらい経ってたんですね、この土地がやっと分かった、うん、でもうここで行きます。その前に5件ぐらいいやん。ここもうおばあちゃんと行くんだよね。はい、何年ほど前ですか？6年前。6年ほど前、このお家の元の持ち主から買うことになったと。そうですね、あの市原の生徒さんたちとゆくゆくシェアハウスに取り合い夢を見ております。両方に入っちゃってる。全然入れてるの ジェニック的に美味しい素材です。準備代目になります。息子が13代目です。でさっきそちらにですね、あのレンガの煙突現役でございます。で皆さんその辺立ってらっしゃるあたりが煙道って言って、この釜から煙の向きですね。そこがここですね。ここ、ね、これは、はいはい、これか、はい、口でボイラーで火炊くので煙こっから通って、朝の7時ぐらいになるとモコモコしてます。こういうショップも出資の経済50年代本当にバブルに卒業するときに、お酒の率も超進んでですね、あの工場で大量生産する時代になりますね。そうすると自分のところで今日うちでご案内するのは作り酒屋として手作りでできるマックスの工場設置です。微生物のコロニー集団住み着くとこですね。クラツキ工房ってそうです。お客さんたちです。クラツキ工房って言います。私みたいな娘、家付き娘です。これはうちのオリジナルの工房で、実は幻の工房と呼ばれているコレクションの工房の人と使っているので、結構ワインみたいに2年熟成所になります。牧水で乾杯。皆さん、今日はようこそいらっしゃいました。皆さんの健康を祝して乾杯。乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。